はい、どうもエアコン屋のデラ君です。はい、今日なんですけどこちらじゃん、今月のおすすめ商品ということで、もう書いてます。ダンともうね、おすすめしすぎてもう出しちゃおうと、すぐね隠すのもちょっとあれなんで、ダイキンのウルサラ X2023 年モデルっていうことで、まあ、もう結構何回かおすすめしてるんですけど、まあその時にはね、こういうエアコン出ましたみたいなおすすめの仕方をしてて、今ねゴンとここで今月のおすすめっていうことで、ちょっと一緒にこの機械を見ていければなと思います。ちょっとね、最近ねこれ結構大量につけたことがあって、お客さんの声とか、あとつけてる時の感想とかもね、一緒にちょっと述べれそうだったんで、今回こちらの商品今月のおすすめとして出させていただくことにしました。ちょっとね、夏に向けて結構ね、まあいいんすよこれ、いいエアコンだったんで、ちょっと夏に向けてね、最初にちょっとご紹介しておいて、皆さんのね今年の夏のちょっとエアコンのまあ1レパートリーにちょっと加えていただいてね、もしいいなと思ったらぜひ購入も検討してみていただけるといいのかなと思います。はい、じゃあ具体的にねちょっと能力見ていきたいんですけど、まずウルサラ X、 まあウルサラといえばですよ、ウルサラといえば何ができるエアコンでしたっけ皆さん。はい、中の人、換気ができる。あ、いいとこつくね、正解。換気もできるんだけど、ウルサラでしかできないことって何でしたっけ。換気はね、他の違うメーカーさんのエアコンでもできる。ベストストリーはい、ということで加湿ができるんだね。加湿、よし、長野人ちょっと勉強し直しですね。加湿、まあ今までは唯一できるエアコンで、ちょっと他のメーカーさんもね後追いで加湿機能をつけてきたエアコンもあるんですけど、まあ、元祖加湿ができる、加湿機の機能までついてるエアコンなんだよと、いうところ。はい、そして除湿ももちろんできますし、はい、そしてさっき言ってくれた換気、そしていつもこのものをおすすめするときに言う値段、はい、これが2023年モデルになったことによってどうなったのかっていうのを皆さんにお見せしたいと思います。はい、ちなみにもうウルサラっていう商品自体はさ、昔からもちろん去年のモデルとかずっと前からこうあって、俺何回もウルサラの解説って動画で過去にやらせてもらってるので、ここら辺にちょっとサムネ出しててもらえるとちょっとありがたいんですけど、結構ウルサラについてはもうほんと数年前からずっと毎年のように紹介してるので、ウルサラの基本的に加湿ってこういう風にできるんだよとか、そういうのはちょっと今日説明しません。2023年モデルになったことによってこれがどうなったのかっていうのをちょっと皆さんに説明していきたいと思います。でね、まず加湿機能、加湿機能なんですが、一言で言うと、はい、昨年モデルに比べてパワーアップしました。なんかウルサラのちょっと弱点みたいなところ、昔のあの動画でね、ウルサラのちょっと欠点あってっていう、その欠点で挙げたのが値段と、あとこの加湿機能がそんな言うほど強くないんだよねみたいなお話しさせてもらったんですけど、なんとそこ加湿量パワーアップしてきました。2023年モデルですね。はい、加湿量がパワーアップ、そしてさらに加湿量をパワーアップしたのにもかかわらず、この加湿を運転して普通の冷房暖房を回している時に、なんと運転の音、これも減してきたんですよね。これはねすごいっすよ、すごい進化です。加湿量が上がって、さらにその時の運転音まで減少させてきたと、これが2023年モデルの特徴になります。はい、で次除湿、除湿の方もなんと、はい、パワーアップですね。水の方をブワー詰めて外にブワー投げ出す、まあ、部屋の中をねちょっと寒く感じない程度に温度の方を下げて、湿度を下げながらまた快適なお部屋空間を作るっていう、この除湿機能もパワーアップしました。純粋にね、除湿できる、まあ、能力が上がったと思ってもらって差し支えないです。除湿量もパワーアップしてきました、2023年モデルです。はい、次換気量、換気もなんと吸気換気の風量パワーアップしました。はい、本当にね、毎年毎年もう常にいいもの、常にいいものという形でね、前の年よりもいいものということで、しっかり2022年のモデルと差別化を図ってると。
風量もパワーアップしてきました。そして最後気になるこちらお値段なんですけど、こちらはなんとなんとですよ皆さん、はい、パワーアップしてきましたはい、ということで、まあ、そういうオチがつくんですけども、値段の方はやっぱり去年のモデルより少しねパワーアップして、値段の方もちょっと高くなったんですが、それにちょっと恥じないぐらいのね加湿量のパワーアップ、除湿量のパワーアップ、そして換気の方も吸気と換気の風量の方をアップさせてきたということで、でも省エネ性はそのまま抜群みたいなね、そういった本体になってるようです。はい、ちょっとね私も簡単に調べた感じ、あとつけたお客様のまあ声を聞いて、まあ、こういう形でね実際ねやっぱね体感はねできるみたいで、うん、まあ、換気の方が結構ね風量がすぐぐーっと回って部屋の中の中ね匂いとかも結構すぐ取れやすくなったとか、そういうお話聞きます。まあね どこまで自分で使ったわけじゃないんでね、どこまで本当のお話かは分からないですが、使っていただいてるお客様からは結構いいお話はね聞くので、皆さんもぜひね参考にしてみてください。はい、あと短いね、これもう2023年モデルっては言ってるんですけど、去年のね11月ぐらいに発売してるものなので、もうつけてらっしゃる方とかも結構いると思いますね。なので実際にそういうつけた人のお話を聞いて、いや加湿器のやっぱりパワーアップしたけど加湿器なくすほどじゃないわとか、そういうお話も実際リアルな声で聞けると思うんでね、そういうのも聞いて今年の夏ちょっとね参考にして、ぜひ購入のレパートリーに一つ入れてみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回こういった形で今月のおすすめ商品ということで、ダイキンさんのうるさら X2023 年モデルの方をご紹介させていただきました。いかがだったでしょうかね、参考になったわなんていう方はね高評価、あとコメントなんかもねあればお待ちしております。はい、あとぜひねチャンネル登録もしていただけると今後の動画を作る励みになりますので、よろしくお願いします。ということでデラ君でした。バイバイ。